こんにちは。うす。今日は DVD のアクチュアリーの MV の話をしていくよ。斉藤飛鳥、山下美月、中西アルノのドラマね。なんで初回限定 DVD の話全部じゃなくてこれだけ出すの？北野日向子の卒業ライブに参加した時に早く会場に着いたので、近所のマックで1時間ぐらいで台本を書いたんだ。他の MV の話ができるかわからないから、とりあえず出してみた。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、中西アルノの平手友梨奈っぽさは仕方がない。2、斉藤飛鳥と山下美月の演技。3、作品のテーマ。4、感情移入先。各機能披露目。5、黒沢清監督の居心地悪い圧迫感の映画。最初は1、中西アルノの平手友梨奈っぽさは仕方がない、ね。今の状況は関係なく、内容の話をするよ。まず、中西アルノから、平手友梨奈みたいな尖り方があったよね。やっぱり平手友梨奈路線なのかな？ごめん、そうじゃないと思う。見バレすると怖いからあまり多くは言いたくないんだけど、私は映画ブログを書いていたことがある。安心して、誰もあんたのパーソナルに興味はないよ。映画の興行収入の方法として、原作が少女漫画で、主人公のお相手がジャニーズとかイケメン俳優って映画が少なからずあるんだ。ターゲットは女子高生や中学生。いつも慣れ親しんでいる少女漫画で興味を引き、ジャニーズやイケメン俳優で劇場に足を運ばせる方法。映画を文化と捉えている人はこれだから邦画はダメなんだ。って言われる作品だね。あんたは映画をどう思ってるのよ。エンターテイメント。需要と供給が合ってればそれでいいんじゃない？邦画業界のダメな部分みたいなこと言っている人もいるけど、各国で似たような映画作られていると思うよ。国外まで展開してないだけ。古き良き名作って話になっているジャジャウマならし、だって、エリザベス、テイラーが可愛い、ってだけの映画だよ。映画はそんな高尚なもんじゃないし、高尚なところだけを是とする業界は衰退するだけだよ。おっと、話がそれたかな。その少女漫画原作の映画のイケメン俳優がどうなのよ。そうそう、そのイケメン俳優はお客が呼べる人気があるから主人公クラスに抜擢されるんだけど、一切、お芝居の勉強や場数を踏んでいないから、セリフが棒読みだし動きもおかしいんだ。そういう時のイケメン俳優の役どころってミステリアスだったり、感情のない役だったりするんだ。それだと棒読みセリフがバレにくい。感情の起伏が表現できるレベルじゃないけど、感情の起伏がないキャラクターをうまく演じているってことにするのね。ただし、それだけだと映画として見れるものじゃないから、主人公の女の子の方が演技が上手い女優さんを当てる。私が見てきた中じゃ、二階堂ふみ、浜辺美波、川栄李奈なんてのが主役を演じて、イケメン俳優の棒演技で冷え切りそうな画面を盛り上げてたよ。ああやっとわかった。今回のドラマでイケメン俳優が中西アルノで主役女優が斉藤飛鳥と山下美月だと。46時間テレビで楽曲を披露した時に平手友梨奈、ぽい、って話題になっちゃったじゃん。賛否あったね。の MV でも、その平手友梨奈、ぽさをしているように見えているんだ。平手友梨奈、のようにミステリアス。ああ、でもそうじゃないと。平手友梨奈、のようにミステリアスなんじゃなくて、演技経験が何もない中西アルノには、感情の抑揚のないキャラクターしか演じられない。だからああなったと。次は2、斉藤飛鳥と山下美月の演技、ね。頑張っていたのは斉藤飛鳥だね。山下美月との場面と中西アルノとの場面では演技レベルを変えてた。さすがに演技がめちゃうまい、とは言えないけど、斉藤飛鳥と山下美月は年上の俳優と絡んでも遜色がない演技技術を持っている。山下美月が抱いている言葉にならない違和感と不安や、それを見て取ってちゃんと不安を解かそうとする斉藤飛鳥の演技はすごかった。直接的な言葉は使わずにセリフの音と、ちょっとした仕草、目線の動きで表現し、黒沢清の脚本についていけたのは見事です。それに対して、中西アルノとの場面では、もうちょっと直線的な演技になってた。斉藤飛鳥は手を抜いたの？そうじゃない。演技レベルが違いすぎると、下手な方が浮くんだ。でも、同じレベルなら多少下手同士でも見ていられるんだ。そういうもんなの？私の頭からすっと出てくるのは NMB48 の芸人。って映画のシーン。渡辺美優紀が NMB48 のメンバーと話しているシーンだと違和感がないんだけど、母親役の田中律子と話しているシーンは酷さが目立った。場面ごとに演技を切り替えられるなんて斉藤飛鳥は凄すぎない？本当だよね。演技を専門にやっているわけじゃないのにね。次は3。作品のテーマ、ね。テーマはそんな難しくはないよ。ついでに言えば、ちょっと遅かった。遅かった？山下美月が感じた新規参入者への異物感。斉藤飛鳥も同じものを感じながらも受け入れることを選択し、山下美月にもそれを促した。
ッコ F と書いてある柱の前でやってたのも5期生のことを話しているとメッセージがわかりやすかったね。遅かったって何？山下美月が引っかかった感情に対する対応はもう2期生が参入するときに経験済みであり処理済み。5期生を受け入れるのに何の引っかかりもないよ。ま、2期生が参入の頃にこのドラマをやってたら、メンバーの気持ちと直結しすぎてて崩壊したかもだけど、2期生の時のそれはそんなバカな。だったんだよね。最後は中西アルノががむしゃらに登ってたね。どんどん登っていって、でも隣のビルの方が高くって、それでも屋上の先端に歩いてく。より高見えって感じでさらに平手ゆりな、っぽさが加算されてたけど。ね。おう、どうした？話を締めるにはああするしかなかっただけなんじゃない？そんな身も蓋もない。あ、そうだ。劇中で中西アルノが斎藤飛鳥を圧倒している感じになってるけど、多分違うよ。本人じゃなくて役どころの話ね。中西アルノの価値観と存在感で斎藤飛鳥が押されていたようだったけど、そうじゃない。山下美月もそうだけど、あのシーンは雨に濡れた子猫が敵意むき出しでしゃーって言っていて、保護しようとして手を差し出したら噛みつかれただけ。言い方が悪いけど、同じ舞台に立ててないのね。斎藤飛鳥たちの優しさが、中西アルノに届かなかったのは尺の問題かシナリオのテーマなのか演技力の問題かわからないけどね。次は4。感情移入先。各機のお披露目、ね。ここまで話してきた通り、私が感情移入したのは斎藤飛鳥です。長いことノギを倒しているので、チーム側の人間です。ついでに長いこと社会人をやっているので受け入れる側です。そのために、斎藤飛鳥が主人公だなぁと思いながら見てきてるね。ここまでずっとそんな感じだった。でも台本を書き終わって思ったのは中西アルノに感情移入する人も少なくないんだろうなと。進学、上京、新卒社会人とかのタイミングの人たちだね。中西アルノのような、新しい世界でも自分を保つこと。簡単に迎合しないこと、に強い憧れを感じる人も多いだろうね。私もそうだったし。あんたのは憧れじゃなくて、コミュ力の低さからの防御反応だけどね。さっきも話したけど、2期生の時はそんなバカな。の MV が2期生を受け入れるための1期生のための曲。新しいメンバーが入ることに引っかかりがなくなっていた3期生の時は逃げ水の MV で、これからの世界はこれまでの常識が通じないかもしれないけど、頑張っていこうってのがテーマだった。痛み気は無茶苦茶だったよね。4期生の時は？夜明けまで強がらなくてもいい？曲そのものや歌詞そのものがそうかな。弱音を吐いていいんだよと。MV の中では考え事をしたり、雨に濡れたり、群衆の中で私はここにいる、とばかりに踊ったり、やけ食いしたりしてたね。んで、今回の5期生は？不安で、雨に濡れた子猫のように敵意むき出しでしゃー。って言っても、先輩は受け入れてくれるよ。素を出していいよってことなのかも。最後は5？黒沢清監督の居心地悪い圧迫感のある映画、ね。黒沢清のメインの戦場である映画なら、2点3点あったろうね。今回のように心が圧迫されるような緊迫感がもっと見たい方は、クリーピー偽りの隣人、がおすすめです。斎藤飛鳥や山下美月が足元にも及ばないような俳優たちが居心地の悪い緊迫感を見せてくれます。竹内優子がサイコパスの香川照之に飲み込まれていく姿は見事です。それにドアップになる竹内優子が驚くほど綺麗です。さて、こんな感じです。他の MV や5期生の動画の話はしていくの？ちょっと難しいかな。MV はともかく、さすがに5期生の動画は言葉にすると可愛い、とか頑張れ、しか出てこない。これから北野日向子の卒業ライブの話もしたいし、アンダラの話もしたいし、本当は簡単でもいいから3番組の話については定常的に出したいし。相変わらず夢いっぱいだねー。仕事もあるし、適度に頑張りな。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。